議員。はい、答弁ありがとうございました。それでは順を追って再質問させていただきます。最初の先行型交付金の中の好循環創出事業についてですが、やはり転職あるいは移住定住していただいて転職してもらうというなるには受け皿のがないことには転職も、ごめんなさい、移住も定住もないし転職もできないということでございますので、その UIJ ターンを進めるにあたってですね、地域の受け入れ企業は活性化が大事だと思っておりまして、先日市の方から発表ありました NPO 法人に対して寄付をした市民が市民税の減税を受けられる新たな制度を始めるということでしたので、やはりこれはその受け皿の NPO の活性化あるいは資金力増加を目的しているものと私は理解しているんですが、その対象となる NPO 法人を制度で市の審査基準を満たす団体を条例で指定すると言っていますが、これは市議会の3月定例会に条例案を提出して4月当初から寄付を減税の対象する方針ということですが、その審査基準について教えてください。また市内の NPO 法人は何社ぐらいあるのか、そしてその指定される法人は何社ぐらいだと予測していましょうか、いますでしょうか。お答えください。センター長。お答えいたします。まずは NPO 法人の数ですけれど、市内に主な事務所がある NPO 法人に限っての数で申し上げまして29法人ございます。基準でございますけれど、市の規則で定めるところとなりますけれど、一言で言えば法人としての一定の力があると認められるものになります。市内に事務所があること、それから認定あるいは仮の認定 NPO 法人では ないこと、それから滞納をしていないとかですね、法人市民税の申告をしている、それから、地域課題を解決する事業を継続的に行っている、そして結核事項に該当しないというような、比較的、ハードルとしては高くない、ものかというふうに認識はしております。12月15日まで、受付をしておりまして、もし指定を受けたいというところがあれば、条例を上程させていただくという日程になっておりまして、現在のところですね、1件が、出ている状態でございます。最終的にいくつになるかちょっと今のところは分かりませんけれど、審査をお願いすることになろうかというふうに思っております。今前段でおっしゃっていただいたとおり、NPO 法人に力をつけていただくと、地域の活躍の場を設けていくということで、イコール働く場にもなろうかというふうにも思っておりますが、そういう意味で、地域がですね、NPO 活動に関心を持ち、NPO 活動を支えると、そういう社会の創出を願っているものでございます。はい、8番議員。はい、ありがとうございます。民間の会社が景気よくなるのを待っているのはちょっと他力本願のところありまして、市が支援できるということはやはりそういった NPO 法人に対しての減税もいい策ではないかなと思います。ちょっとこれ通告してありませんけど、今30法人ぐらいになる予定ですが、雇用の創出はどのぐらい予測されますか。想定される数量で結構です。交流センター長。ですね、この制度そのものが NPO 法人への寄付行為に対しての減税でございますので、メリットがあるのは寄付した方がまずあり、でその寄付を受けられるわけですから、その寄付によって NPO 法人が財政的な力をつけるということになります。で、その財政的な力というのが雇用創出を生み出すかどうかということになりますけれど、ちょっと始まってみないと、その辺はですね、どの程度の寄付を果たして受けれるものなのかということに左右されますので分かりませんが、現時点で想像するのはそんなに大きなことではないであろうというふうには思っております。むしろこの制度がですね、きちんと動き出すことをまずは願っているという状態です。8番議員。はい、ありがとうございます。私もそのようにそれほど多くはないし、あるいは
やってみなきゃ分かんないところもあると思うんですけども、ぜひその法人が強く大きくなっていただいて、受け皿作りをさらに広げてもらいたいと思うんですが、ちょっとお尋ねします。もう一つですね、この条例ができる以前に指定される前の NPO 法人に寄付された市民への恩恵は何かひょっと考えてます？実は前回ちょっと高額の寄付者もいらっしゃったんですから、そんなことも考えていらっしゃいますでしょうか？考えてなければまだいいですけど、考えていらっしゃいましたら、これ以前に寄付された方への何か恩恵はありますでしょうか？市民交流センター長。制度としてですね、NPO 法人への寄付者に対する恩恵というものは、これ以前はないという形になります。8番議員。はい、だと思います。はい、ありがとうございます。この初の審査基準策定は、県内19市中の初の策定ですので、他の自治体が非常に興味を持っておりまして、私の仲間たちもその注目しているところでございます。ぜひ事業の目的達成に期待がかかりますように、お願いします。減税して税収が減りますけれども、そういった指定 NPO 法人からそれが県の認定法 NPO 法人に移行して信頼度が上がって、より寄付が集まりやすくなりますので、将来の活動の活性化や寄付の拡大を目指せるように、広報誌などで市が NPO の活動の PR にも協力していただきますように、そしてそれがぜひ好循環の創出になることを期待しまして、次の質問に行きます。さて、政府が発表しました地方移転の優先候補とした機関、森林技術総合研修所でございますが、優先候補とされた機関は移転先に大学や関連企業が立地していて、研究水準の向上が見込めることや低コストで移転できるといったことで評価されたと言っておりますけれども、先ほどの部長のお話の中では非常に期待が薄いということで、私もそうじゃないかなと思ってあえてこの質問をさせてもらったんですけども、もしそのような話が具体的になってくるようでありましたらですね、地域の産業と結びつけて誘致できるように、ぜひ正直からも県に働きかけていくような強い要望はしていただけますでしょうか？産業振興事業部長。それは当然ながら、市としては、要望をしっかり出してですね、県とともに、誘致できるよう、努めていくということは基本的に変わりございませんので、今後も続けてまいります。地盤議員。はい、わかりました。ぜひそれに強く要望していただきますようにお願いいたします。その続きまして、次に、県で進めようとしております県の歩こう走ろう観光地の歩道グレードアップ整備計画について、正直はそのことで多額の支援をいただけるということを分かっているんですけれども、この金額については茅野市の日落し坂の歩道新設に19億7千万円が最高額なんですよね。それに続く正直のこの金額でございます。2番目の大きな整備計画で、これやはり皆さん、注目しているところもあると思うんですが、他には下諏訪町の諏訪大社下社秋宮の歩道新設に3億5千万、白樺湖にゴムチップ歩道新設、あるいは富士見高原の木材チップ歩道新設などで15箇所の整備計画が発表されまして、正直におきましては、善光寺街道や中山道で、中山道四宿400年祭、北条和宮御下校行列などやりまして、ある程度のにぎわい創出や経済効果もある程度の満足は得られたと思います。継続していくためには、その郷原街道の整備も大変必要なことと思いますので、この環境整備大切な事業でございますので、またそれから先ほど部長からもありました広岡小学校生徒の通学路であり、先のマウントアップ歩道も大変危険でございます。ぜひ前向きに進めてもらいたいことと、これは地域の皆さんにお願いしたいのは、その環境美観維持のために大木が大きくなりましてですね、道路側にせり出してきていまして、地域住民の大変歩くに危険だということをいただいておりますが、なかなか協力していただけないところもありますので、それはぜひ環境からも話を出していただいて、整備するようにお願いしたいと思いますが、それなぜそれを言いますというと、長年昨日の質問もありましたけど、長年私たち地元議員が進めています塩尻市都市計画道路日数線の実現を近い将来に来ていますが、
それまでの5年なのか10年なのか分かりませんけど、通学生との安心安全を確保したいと思いますので、県の事業ですから要望になりますが、市からも強くお願いしていただけますでしょうか。どうでしょうか。小原会長。建設事業部長。先ほど答弁させていただいたとおり、一つはマウントアップ のリメイクということですね、その要望をしております、県全体の予算の中はなかなか厳しい中でございますけれども、引き続き要望していくということでございます。あと交差点関係でもですね、非常に渋滞があるところもございますので、それも含めて要望を並行して行っております。